どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕はこの物件に引っ越しをしてきて、まあそろそろ2年が経とうとしてるんですけども、そのなんて言うんでしょう、今まで1回もその固定費っていうのを計算したことがないなと思いまして、今回はですね、自分もスッキリしたいなと思ったので、自分で固定費を算出しながらスッキリした状態でそれもこうシェアしていくってことをやってきたなというふうに思います。前はなんかこう月使用でいくら使っていて仕事でいくら使ってるみたいな動画もアップしたんですけども、情報としてはかなり古いので、まああんまり参考にならないと思います。でこの動画を初めて見た方はですね、でなんでこういう部屋なのかなとか、なんかここ段ボールがいっぱいあるけど何かなとか、まあ、気になってると思うんですけども、まあ興味がある方最後まで見てくれたら嬉しいです。でですね、僕がざっとこういったものがかかってるなっていう項目ですね、上げてみたんですけども、まあ、1つ目に家賃ですね。この物件の家賃があります。でそれに付随して水道、電気、ガス、これらがあります。仕事したり動画アップしたりするわけなので、ネットですね、光回線を引いてたので光回線のニューロ光、これも契約をしてました。毎月本当にかかってくる固定費として、このネット上でそのメルマガだったり、あとサーバーっていうのをこうレンタルサーバーみたいなのをしているわけなので、毎月の利用料がかかってきます。であとは楽天モバイルさんですね。今これスマホを契約してますけども、これ SIM を楽天モバイルさんで契約しているので、これがかかってきます。であと僕も個人的に毎月コンサルを受けている方がいるので、その方へのこう事業料ですね、それもお支払いしてます。であとはですね、年金ですね。まあリアルな話なんですけども、年金毎月1万6000円ぐらい払ってるので、まあ、それがかかってきます。そう、まあその他もろもろ、例えばペイパル手数料だったり eBay 手数料だったり、食費、交際費、交通費とかあるんですけど、まあそういったものは固定費ではなくて流動費なので、まあそこら辺はちょっと省くとしてですね、まあ、今回はその家賃、水道、電気、ガス、ネット、あとサービス、コンサル代と年金と、まあこの大きく8つですね。はい、では最初にですね、お家賃がいくらなのかっていうことなんですけども、まあ、ここはですね、毎月6万4000円ですね。共益費込みで6万4000円です。毎月6万4000円が固定費としてかかっています。築30年で6畳ワンルームで家賃が6万4000円なんです。で、これ言うと毎回びっくりされます。高くないっていうふうにびっくりされます。で、僕自身も、いや、高いよねってやっぱ思ってますね。地方に行くと、めちゃくちゃやっぱ綺麗で安くて広いところいっぱいあるんで、いいなって思います。続いてですね、先月のガス代ですね。ガス代からいきたいと思います。先月のガス代が1333円でした。はい、1333円。あ、でもその前は2524円してました。基本的にこの物件では、ガスというかもう IH なんですね、いう IH のものになってるので、なのでガスを使うっていうとこのお風呂場ぐらいです。そう、こういうお風呂場ぐらいなので、しかもこの6月7月になって、まあ、どんどん気温が暖かくなってきましたよとなった時に、僕最近その冷水を浴びるようになったんですね。熱いシャワーも浴びるんですけども、でもその値段もどんあその温度もどんどん下がっていって、ほぼほぼ冷水みたいなものを浴びているわけなんで、まあ、なので安くなってるのかなっていう感じがします。なのでガスの場合はだいたい2000円としましょう。はい、で続いて電気なんですけども、先月が3028円、その前も3500円だったりするので、だいたい3000円ですね。僕毎月3000円電気代使ってます。で先ほど言ったように IH で自炊をしているので、なので電気代は結構あっという間にいっちゃいます。であとはこの今冷房もつけてたりクーラーもつけてたりするので、結構電気代はずっといっちゃう気がしてます。はい、で、最後に水道ですね。水道は基本料金と重量料金と、あとは下水料金っていうのがあって、僕の場合はだいたいその重量料金っていうのは常にゼロなんですね。基本料金なんで収まってるっていう感じだと思います。で、毎回ですね、3600円か3700円、3800円ぐらいで収まってるっていう感じですね。もうそこから飛び出したことはないです。で家賃で水道電気ガスやったので、次はネットですね。ニューロ光いくらしたのかってことなんですけども、もう解約はしているんですけども、引っ越しのために、でもこの物件にいる時に契約をしていた光回線の料金をチェックしてみたいと思います。ニューロ光 G2V マンションミニっていうタイプで契約しました。で料金はもう見えてるんですけども、5122円です。で他の月もですね、他の月も変わらず5122円がかかっていたという感じです。ニューロ光さんはめちゃくちゃ早かったです。もう1ギガのファイルを転送するやり取りをする時も
ピュインって言っちゃいますから本当にやばいです。もう冗談抜きで早いなっていうふうに思って、めちゃくちゃ大好きだったんですけど、工事のために光回線を引いたり、これで引っ越しをするときに撤去しますってなった時も工事をして、それのために何万もかかっているので、もちろんそれ覚悟でニューロさんを契約したんですけども、いざ実際に撤去工事でいくらですみたいな言われると、おおってグギギってなっちゃいますね。次に楽天モバイルさんなんですけども、こういう感じになってます。先月分が2112円で、その一つ前が1826円、その前が2139円というふうになっています。なのでざっくり2000円ちょっとかかってるっていう感じですね。はい、で次にですね、僕が何かをこうネット上でシェアをするっていうことになった時に、サーバーとメルマガ、この2つをですね契約をしてます。今はそのレンタルサーバーをして、そこにマイスピーっていうメルマガスタンドを乗っけて、そのメルマガで発信をしてるっていうこともやっています。でそのレンタルサーバーですね、でそれは、ですね、今ちょっと調べたんですけども、2018年2月の23日に16000円、2019年の2月の28日に12960円ということで、毎月の固定費ではなくて年間でしたね。はい、失礼しました普通に勘違いしました。年間でした。これはメルマガスタンドの方は毎月料金が発生しまして、それは3240円ということになってます。で、あとは僕がこの人から学びたいっていう人に対し、毎月3万5000円をお支払いして面談というかコンサルを受けてます。で、あとは年金ですね、毎月1万6200円お支払いをしています。でもこうやって年金機構さんから書類が届くわけなんですけども、なんか払って1週間後にまた請求書が来たんですよ。あれおかしいなと思って、払ったけどなと思って、その自分が払ったやつとその今回来た請求書のその日付とかいろいろ確認したら完全に一致してたんですよ。どういうことかっていうと、二重で請求が来てたんですよね。完全にこの支払った分がもう一回請求されてるっていうので、これ気づかずに払ってたらめちゃくちゃ大損ですよね。っていうか年金機関こういうことやってくるのみたいな、ちゃんと調べてよっていうふうに思うわけなんですけど、もしかしたらこの動画を見てる人の中にもいるかもしれないので、こういうふうに二重で請求されちゃってたりとかそうする可能性もあるので、ちょっとぜひ気になる方いたらチェックしてみてください。はい、何の話よって感じですけど、まあそんな感じですね。ということで、以上まとめると、頭の中でそろばんが弾けないのですみません、データク使いましたけども、合計金額がですね134,862円という形で出ました。はい、これが毎月の固定費ですね。その毎月支払っているコンサルに関しては僕は全然いいと思っていて、それのおかげで僕のスキルだったり知識だったり経験っていうのが増えていって、より多くの価値を提供できるようになっているので、僕はこの3万6000円毎月はもう全然投資として払えるんです。なんですけど、やっぱこの家賃6万4000円っていうのが高いんだというふうに思いますね。まあ、文句を言うなら家を買いなさいっていうお話だと思うんですけども、毎日僕には家を買うお金っていうのはまだないわけなんで、まあちょっとまあ仕方なく払いすぎてるって感じですね。僕はこの広さでこの古さで6万4000円ではまあ妥当かなというふうには思ってたんですけど、地方の方とお話をする機会がめちゃくちゃ増えてですね、家賃の話をすると、いや6万4000円払ったら一軒家で 1LDS なんとかもうめちゃくちゃ広い家が6万4000円でしかも新しい新築で借りれるよみたいな、めちゃくちゃ住みやすいなというふうに思いまして、もう僕は早く東京出たいっていう感じがしますね。東京は東京で便利だったりするので、まあ、それはまたちょっと違うかなというふうに思うんですけども、まあ、でも家賃だけを考えたらもう僕は早く博多、京都、大阪地方に行きたいですね。金沢とか行きたいですね。はい、でもまあ今回こう自慢したいとか、なんかこれが安くていいだろうとかっていうつもりはなくて、シンプルに自分も自分の固定費がいくらかかってるのかっていうのがちゃんと把握できていなかったので、まあ、今回こんな感じで、自分の固定費がいくらかっていうのを算出してちょっとすっきりしました。あとはちょっとやっぱ10万以内に抑えたいなっていう気持ちはあります。はい、家賃も含めて10万円に抑えたいなっていう気持ちあるんですけども、もう次の引っ越し先では確実に家賃で10万円を支払うわけなので、まあ、オーバーしちゃうっていう感じなんですけども、まあ、でもできるだけその固定っていうのを抑えて、でその未来の投資だったりスキルだったりその知識だったり、そういったものにですね、どん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 お金を使っていけるような感じにやっていこうと思います。これからもそのお金の使い道だったりとか、どんどんブラッシュアップしていって、またある程度完成したところで皆さんにシェアしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。皆さんの場合は固定費っていうといくらぐらい使ってるんでしょうか。何にいくら使ってるのかっていう皆さんの固定費、もしよかったらコメント欄で教えてほしいと思います。